はい皆さんこんにちはこのアルテッツァなんですがタイミングブレット切れからのエンジンブローで不動となっていたんですが、えー、約3ヶ月ぶりにエンジンを直して動かすことができるようになりましたはいエンジンルームなんですがこのようになってますで当初ですねエンジンを乗せる前にアペックスのメタルガスケットですね1 8ミリ厚のガスケット を取り付けてタイミングベルト、テンショナルああとウォーターポンプですね、えー、全部純正品を使って、えー、直してから積む予定だったんですが、アペックスの、えー、ヘッドガスケットが、えー、納期が1ヶ月待ちということで、急遽取り外したエンジンをそのまま載せましたで。こちらのエンジンが載ってた部品取り車が、えー、19万1000キロ走ってました。 前回のタイミングベルトが15万3000キロで交換されてました3万8000キロ走ってるエンジンでしたでカムカバーを外したところこちらのエンジンに使われたタイミングベルトは純正品が使われてたということもあってとりあえずそのまま載せましたでこの状態で大体いい壊れる前と同じ状態になってます 今後の予定なんですが、えー、まずインジェクターをサードの 550cc を入れて、えー、下級をコンマ7ぐらいまでかける予定です。えー、次にメタルヘッドガスケットを1.8ミリやつのを入れて、えー、下級を 1kg ぐらいかける予定ですで。目標なんですが、下級を 1kg をかけて、えー 280馬力ぐらいを目標にしていきたいと思います。燃料ポンプなんですが、えー、こちらの車両ですね、燃料ポンプは1、2万キロ走行前に新品に交換してあります。で、えー、550cc のインジェクターを使って下級1キロぐらいまでであれば、ノーマルポンプでギリ対応できそうなので。 できるだけお金をかけないでコスパの高い仕様にしていきたいと思います。はい今回は以上で、えー、アルテッツァ復活しましたということでした。で、一つあの言い忘れたことがあったんですがタイミングブレーレを起こした当日ですね、実は兆候がありました。で、どのような感じだったかというと、えー、ベルトがきし、えー、んでるような音ですね。 ギュルギュルというすごい嫌な音が鳴ってました。で、えー、ファンベルトになんか異変があるのかなと思ってはいたんですが、えー、そのまま走行して、えー、タイミングベルトが切れました。では、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。